今回挑戦するのは一番くじブルーロック第2弾。ただいま放送中のアニメでは我が家で一二を争う人気の本作。今回は A 賞から G 賞までビッグアクスタがずらり。葵のお目当ては H 賞チョコの子ぬいぐるみのナギ。そしてそして今回はフェイスタオルのデザインも良い。最高のポジショニングをキープしてダイレクトボレー上位賞を決めろ。今日こそ決めるぜジャッジメント、よろしくお願いします。みなさんこんにちは、アクティビーの葵です。かわ思う、イエーイ。さあ葵さん、今回は何回挑戦したのでしょうか。5回挑戦しました。それでは早速引いてる様子をご覧ください。今回はね、店舗数がね少なかったんで我々も警戒してね、朝7時開店だったお店に行ったんですけど、まあかなりねいらっしゃいましたね、お客さんね。うん。そして今回の最大のお目当てはチョコの子ぬいぐるみだったわけですけれども、80本中3本しかなくてですね、全部1種類1本ずつねしかないということなのでね、お目当てはナギのチョコの子ぬいぐるみなので、前の方に取られちゃうともう残念ながらゲットできないっていう状況だったんですけど、ぬいぐるみがゲットされないまま私たちの番に回ってきましたよ。さあどのような結果が待ち受けているでしょうか。葵さんのエゴ引きに期待したいと思います。はい、はい、よし、はい、じゃあもう、あ、はい、すいません、はい、はい、はい、いいです、はい、おっ、おお、おでもいいな、おお、おお、おお、結果発表です。 K 賞キュンキャラアクリルマスコット1個ゲットしました。じゃあ早速改編していきます。私はナギくんが出てほしいです。パパはバロがいいみたいです。レオ、はい、ということでね、見かけレオ出ましたね。うん、葵はね前回もブルーロックの一番くじやった時、キュンキャラアクリルマスコットでレオが出てるんですよね。はい、葵とレオの相性がすごくいいです、ね、そして今回ね、うん、キュンキャラ和装アクリルマスコットということでね、和装になっておりますね。うん、それぞれのねカラーに合った和服になっておりますよ。はい、うん、かっこいいですねこれもね、なかなか。うん、レオもね前回とまたちょっと違った表情でかっこいいです。うん、うんうん、いいねショーだったんじゃないでしょうか。はい、ということで、K 賞のキュンキャラアクリルマスコット、ね、和装バージョンでございました。はい、愛称フェイスタオル1枚ゲットしました。はい、ということで、愛称のフェイスタオルですね、こちら全6種類なんですけれども、今回はね、選べたのでバチラ巡るの方を選びましたよ。はい、本当はね葵の好きなナギくんでもよかったんですけどね、今回ねナギくんのねぬいぐるみも取れたということで、パパのね、この中では一番気に入っています、バチラ巡るの方にさせていただきました。はい、上半身ね映ってる感じでね、横顔かっこいいですよね。うん、ということで愛称フェイスタオルでございました。ございました。衣装アクリルフィギュア見かけレオゲットしました。
はい、ここから先はね、葵の神引きコーナーに突入いたしますよ。はい、ね、まずは衣装のね、見かけレオ、アクリルフィギュアでございます。うん、こちらね、80本中1本しか入ってない、希少なものでございますね。うん、本当にね、レオとは相性が良くてですねこれで、今回は、レオが2つ目ということになりますね。はい、アニメの方ではね、まあ、ちょっと後半ね、活躍せずに終わってしまいそうな感じではあるんですけどね。この後ね、どうなっていくのかね、続きも楽しみですよね。はい、ということで、衣装の見かけレオでございました。ございました。 D 賞アクリルフィギュア、ちぎりひょうまゲットしました。はい、こちらも神引き D 賞アクリルフィギュア、ちぎりひょうまゲットしましたね。はい、ひょうまもね、後半かなりね、目立ってきたキャラクターですよね。うん、いいプレイ連発してましたね。うん、二次セレクションでね、残念ながら潔とね、組んでいたチームでは負けてしまったんですけどね、今後ね、出てくるキャラクターなんじゃないでしょうかね。はい、我々はね、原作追ってないのでね、アニメの方でどうなるのかっていうのね、楽しみにしておりますよ。はい、今後の活躍も楽しみなちぎりひょうまでございました。ございました。 H 賞チョコノコぬいぐるみゲットしました。はい、今回最大の、神引きでございましたね。 H 賞チョコノコぬいぐるみ、先ほども言いましたけどね、 H 賞自体は3本あったんですけれども、うん、1体ずつしかないのでね、先に取られてしまうともうゲットできないという状況の中だったんですけど、我々のね、前に1組いらっしゃったんですが、そちらの方がね、残念ながらゲットできず我々に回ってきたと。おかげさまでゲットできました、ありがとうございましたという感じですよね。はい、どうですか、見た感じかわいいね。かわいいね、この下顎のね、丸い感じもいいし、あとね、表情もなぎくんっぽいですよね。うん、なんかぼーっとしてるというかね、何考えてるのかちょっとわかんないなみたいなところがまた可愛らしいですね。うん、ユニフォームもね、結構丁寧にね、できてますよね。うん、なぎくんもね、今後の活躍期待大なんですけどね、どうなるんですかね、この後ね。うん、またね、出てきてくれると思いますよ。うん、はい、ということで以上、H 賞チョコノッコぬいぐるみなぎくんでございました。ございました。今回はサッカー大好きパパのおまけコーナーも用意してみました。ぜひ最後までご覧ください。今回はおまけコーナーとしてブルーロック登場キャラとプレイスタイル、容姿の似たサッカー日本代表選手を紹介していきたいと思います。ブルーロック登場キャラはもちろん、有名な歴代代表選手を紹介していきますので、これを機会に実際のサッカー日本代表にも興味を持っていただけたら幸いです。それでは早速紹介していきましょう。潔与一、言わずと知れた本作の主人公。得意技はダイビングボレーシュート、オフザボールの動き、ポジショニングも良く、サッカー IQ の高さも特筆すべきポイントです。プレイスタイルは類似とは言えませんが、ゲームのキャンペーンキャラにも起用されている三笘薫選手などは、容姿はかなり良い線いってるのではないでしょうか。サッカー IQ の高さ、オフザボールの動き、ポジショニングのうまさでいうと上田綺世選手、チームでの決定力も非常に高いですね。ダイレクトボレーだけなら、うまい時の QBK 急にボール来たからこと柳沢敦史選手、通称うなぎ沢選手などが挙げられるかもしれませんね。町田めぐる、得意技はテクニカルなドリブル、トリッキーな動きで相手を翻弄します。真っ先に思い浮かぶのは、試合中にリフティングしちゃう変態性も合わせてニコニコサイコパスキレキレドリブラーこと中島翔也選手が、キャラクター的にはドハマりですよね。ルマンの太陽ことファンタジスタ松井大輔選手も素晴らしいドリブラーですよね。国上蓮介、フィジカルが強くミドルレンジからの豪快シュートが得意、
イメージとしては稲本潤一選手がピタリとハマります。凪誠志郎、武器は桁外れなトラップ力。味方から受ける大抵のパスは天才的なセンスで完璧にコントロール。そこからシュートを決めていくことを持ち味としています。半端ないトラップといえばこの人、大迫勇也選手。素晴らしい決定力も持ち合わせていますね。2022年カタールワールドカップドイツ戦のスーパートラップの印象が鮮烈なジャガー浅野選手。天才の称号を持つ選手としては小野伸二選手を推したいところですね。三影レオ、適材適所で誰にパスするか、自分はどう動くべきかを素早く判断してアシストすることを得意としています。普段から作戦や戦術を考えているだけにゲームメイクも一流。二次セレクションではナギにアンカーとして必要と形容されていました。アンカーの名選手としては阿部勇樹選手が思い浮かびますが、あのナギをコントロールできるキャプテンシーから心整えマンこと長谷部誠選手。ゲームメイク力、天才的パスセンスは最強のガチャピンこと遠藤康人選手を彷彿とさせますよね。愛しい凛、サッカーに必要な技術、身体能力、戦術すべてを高次元のレベルで兼ね備えている万能型の選手。他人にも自分にも厳しいストイックな俺様系キャラは将軍中田英寿選手を連想させますね。また高次元のレベルで兼ね備えている万能型の選手というと香川真司選手も思い浮かびますね。馬狼翔英、武器は正確無比なカーブシュートと強靭なフィジカルを利用した突進力。シュートの射程距離は27から29メートルとペナルティエリア外からでも狙えます。フィジカル強い王様系キャラは中田選手に似てはいますが、シュートの射程距離の広さとどことなくコミカルで憎めない雰囲気漂う本田圭佑選手をここでは押しておきます。ちぎり兵馬、武器はトップスピード、 50m 走5秒77という驚異のスピード。プレイスタイルが一番似ていると感じるのはサイドを切り裂き相手ディフェンスを置き去りにする突破力から稲妻純也こと伊藤純也選手。速さだけならパスミスも自分へのスルーパスに変えてしまう、セルフスルーパスこと野人岡野正幸選手。守備時に見せる鬼プレスだけなら爆速プレッシング、老け顔アンパンマンこと前田大然選手。年齢25歳も素晴らしいものがありますね。 50m 走を5秒8で走ると言われています。ちなみに大自然で変換した方がすんなりと入力できますよ。ちなみに私が最も心震えるエゴイストはキングカズこと三浦知良選手です。以上パパのおまけコーナーでした。はい、最初はナギくん取れるかなと悩んでいましたが、結果 H 賞のチョコノコぬいぐるみでナギくんのぬいぐるみがゲットできてよかったと思います。うん、まさか2つ取れるとは思わなかった。はい、次回もこの調子で頑張りたいと思います。今回は一番くじブルーロック2弾結果報告開封編をお送りしました。これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回も一番くじでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。